ティファニーで朝食をはアメリカ合衆国の小説家トルーマン・カポーティによる中編小説。1958年にランダムハウスから出版された。ニューヨークを舞台に自由奔放に生きる女性主人公を描く。1961年にオードリー・ヘプバーン主演でパラマウント映画によって映画化された。題名は主人公の言うティファニーで朝食を食べる。 ゴミ分という例えで、当時ニューヨーク五番街にあるティファニーは宝石店であり、実際のレストランではなかったが、映画の影響を受け2017年にブランド初となるダイニングスペースがオープンした。映画版では冒頭で題名そのものを直接的に表したオードリー・ヘプバーンがティファニーのショーウィンドウを前に朝食を食べるシーンが作られた。1943年の秋、 無名の語り手は、ホリー・ゴライトリーと友人になる。二人は、マンハッタンのアッパー・イースト・サイドにある、ブラウンストーン作りのアパートメントの住人である。ホリーは、ニューヨークのカフェ・ソサイティガールとなった田舎娘である。したがって、彼女は働かず、金持ち男性と交際することで生活している。彼らは彼女を、クラブやレストランに連れて行き、現金や高価なプレゼントを与え、 彼女は彼らの一人と結婚することを望む。カポーティによると、ゴライトリーは、娼婦ではなく、アメリカン芸者である。ホリーは厳選した、私生活の逸話や、様々な物事への率直な視点で人々、一年の間に、彼女は徐々に自分自身のことを語り手に明かし、語り手は、彼女の奇妙なライフスタイルに、すっかり魅了されていることに気づく。 ルイジアナ州ニューオーリンズに生まれたカポーティは1940年代にニューヨークへ上京し、ザニューヨーカーの下働きをしつつ、作家志望としてミリアムなど作品投稿を行う。1948年には遠い声遠い部屋でデビューし、翌1949年には短編集を刊行している。ティファニーで朝食をは1955年頃から執筆を開始し、 新編事情や、掲載予定の女性誌、ハーパース・バザーから掲載を拒否されるなど、右与曲折を経つつ、1958年にエスクアイアに発表された。主人公のホリーは、複数の実在する人物を混合したキャラクターだった。社会階層について、ホリーが見る夢は、カポーティの母親、ホリーが抱く存在への不安は、カポーティ自身のものである。それに、 カポーティのマンハッタン社交開の友人だった、キャロル・グレース、デザイナーのグロリア・バンダービルと、ウーナ・オニール・チャップリン、グロリア・ギネス、そして、ベイブ・ペイリーである。キャロルは、生まれは貧しいが、幼い時に、母親が、大手家電メーカーベンディックスの社長と結婚したことで、富裕層の仲間入りをした女性で、作家のウィリアム・サローヤン、その後俳優のウォルター・マッソーと結婚した。キャロルや、 グロリアや他の女性はカポーティにとって次々に入れ替わっているがベーブ・ペイリーは特別でカポーティにとって彼女以上に重要な人物は存在しなかったと言われている彼女は CBS を創設したウィリアム・サミュエル・ペイリーの妻であった夫は彼女の友人たちなど体制と公然と不倫をしておりベーブはまるで囚われのみであったためカポーティはホリー・ゴライトリーがそうならないようにしている 日本では2008年2月に村上春樹による新役が新潮社より出版されて話題となった。詳細はティファニーで朝食をを参照監督はブレイク・エドワーズ、主演はオードリー・ヘプバーン、共演はジョージ・ペパード、トルーマン・カポーティの原作とは異なり、映画は主人公と語り手の作家との恋を中心に描いている。制作者、 マーティンジュローが映画化権の獲得のためにカポーティを口説き落とし、カポーティはホリーにはマリリン・モンローが第一候補として映画化を了承した。その帰りの飛行機で偶然ジュローはモンローと隣り合わせになった。ティファニーで朝食をに関してモンローはミルトン・グリーンから聞いて知っており、興味を示していたが、モンローはポーラ・ストラスバーグと話し合わなければいけないとした。ジュローが言うには、 後日ポーラは、ジュロー宛てに、マリリン・モンローは、夜の女を、お引き受けいたしません。として、断りの電話を入れてきたという。しかし同じ制作のリチャード・シェファードが言うには、制作者二人はモンローが敵役とは考えていなかった。そこで一時期、モンローの代理業務をしていたシェファードがモンローに電話し、この役は別の人で行きますと伝え、モンローは、OK と言ったという。 どちらにしても、問答の話はなくなり、全く個性の異なるヘプバーンに出演依頼がなされた。マーティン・ジュローと脚本のジョージ・アクセルロットが、ヘプバーンの説得に当たり、当時妊娠中だったヘプバーンは、赤ちゃんを育てたいんです。私には売春婦の役はできませんわとして断ったが、ジュローは、我々が作りたいのは、夢見る人の映画なんですと説得した。 ヘップバーンはもしを引き受けするにしても、脚本の際どい暗示を和らげてほしいと要望を出した。ヘップバーンはエージェントには、女優として要求されることが課題だとして、不安を述べている。エージェントは、これが、ハン・オードリーではなく、新しいオードリーだと説明して引き受けさせた。脚本は、ヘップバーンの魅力が活かされるように書き直された。カポーティはヘップバーンが映画に主演すると聞いて、少なからず、 不快感を表したと伝えられる。ところがヘップバーンには、直筆で、この度は、ティファニーで朝食を、の映画への出演をご承諾いただき、大変嬉しく思っております。脚本に対する意見もありませんし、脚本そのものを、これまで読む機会もありませんでしたが、オードリーもホリーもどちらも素晴らしい女性なので、必ず、弥生作品になることと信じております。という手紙を送っている。 さらに当時ブレイクエドワーズの妻だったパトリシア・スネルにホテルまで送ってもらった際には、君の旦那に映画を監督してもらって、本当に、本当に良かった。映画の出来が素晴らしくて感動した。ああいう映画になって満足だと言っていた。だが、実際には、後年のインタビューでカポーティは、こんなにひどいミスキャストの映画は見たことがない。あの役をオードリーがやると決まった時には、 ショックで怒りに震えました。ブレイク・エドワーズみたいな無能な監督を引っ張ってきて、あいつには唾を吐きかけてやりたいくらいだ。脚本は僕にどうかって話もあったんですよと述べているが、実際にはカポーティエの脚本の依頼はなされていない。ジョニー・マーサー作詞、ヘンリー・マン・シーに作曲で劇中にヘッ、ヘプバーン自身が歌った、挿入歌、ムーン・リバーが有名であるが、原作中の歌とは異なる。 映画完成後のパラマウント映画関係者向き、披露試写会で就任したばかりのパラマウント映画の新社長は、歌のシーンはカットした方が良いと言い放ったが、ヘプバーンが激怒して立ち上がり、絶対にカットはさせませんと言ったと言われてきた。しかし、控えめに言っても敵対的と言える。こんな態度は、どう考えても、オードリー・ヘプバーンの得意なレパートリーではないとして、 ヘンリー・マンシーに自身が書いた辞典では、オードリーは何か言いたそうに椅子の中でもぞもぞしていた、だけということが挙げられている。実際には、ヘプバーンではなく、プロデューサーであるリチャード・シェファードが、絶対にカットなんてさせないぞ。するなら俺を殺してからにしろ、と言ったと判明したと明かされている。華やかな世界に憧れるホリー・ゴライトリーは、週刊中のマフィア、サリー・トマトと面会し、 彼の話す天気予報をある弁護士に伝えることで多額の報酬を受け取り、生計を立てていた。アパルトマンには彼女の取り巻きの男たちが訪れては騒動になっている。同じアパルトマンに自称作家のポール・バージャクが引っ越して来る。ポールが最後に出版したのは何年も前で、今は裕福なマダム2位の愛人をしていた。ホリーはポールに兄、フレッドの姿を重ね、 また無邪気で奔放なホリーにポールは惹かれていく。しかし、ある日アパルトマンの前に佇む男がおり、2位の夫が雇った探偵ではないかと疑うポールが、男に近づくと、彼はテキサスの獣医で生をゴライトリーと言った。彼はホリーの夫であり、ポールは彼女の本名はルラ名で、不幸な追い立ちから14歳で結婚したことを知る。 ホリーはポールに付き添って、夫に別離を告げ、ポールとの信仰を深める。ポールもにいいに関係を終わらせようと話し、引き止められるが断り別れを告げる。ポールは、ホリーと共に訪れたティファニーで、お菓子のおまけの指輪に刻印をしてもらうが、その後彼女は、図書館で熱心に、南米のことを勉強していた。なんとブラジルの大富豪ホセとの結婚が決まったと言い,い、喧嘩別れに終わる。 その際、ポールはホリーに自分も他の男と一緒ならと化粧室へ行く、サイのチップを渡し去って行ってしまう。数ヶ月後、ポールがホリーの家に招かれると、リオデジャネイロ行きを明日に控え、彼女はすっかり家庭的になろうとしていた。一方、ポールも作家として生計を立てられるようになっていた。ホリーが料理に失敗し、二人は外食に行くが、 帰宅すると警官が待ち構えていた。サリー・トマトの麻薬密売に加担したとして、ホリーは拘留され、さらに大々的に報道されてしまう。翌日、ポールの迎えで保釈され、猫と共にホテルへ身を隠すように告げられる。ホセからの加盟に傷がつくいう理由で結婚は破談にするとの手紙をポールは読み上げる。しかし彼女は予定通りリオに行くと言って聞かず、 私はこの猫と一緒で、名前がない、とタクシーを止め外に逃がしてしまう。ポールはもう必要なくなったとティファニーで刻印をしてもらった指輪をホリーに投げつけ、彼女を残してタクシーから降りる。ホリーは指輪を指にはめるか否か、涙ながらに瞬巡し、タクシーを降りて、ポールを追う。雨の中で猫が見つかり、ポールとも再会しやい抱擁を交わすのだった。ロッテンタメイトスによれば、 非評価の一致した見解は、いくつかの醜い時代作語が含まれているが、ブレイクエドワーズは、この象徴的な古典的な作品で最高に面白く、オードリー・ヘップバーンは、完全にスクリーンを照らしているであり、52件の評論の内高評価は88%に当たる46件で、平均点は10点満点中7.42点となっている。メタクレティックによれば、 6件の評論のうち、高評価は5件、賛否混在は1件、低評価はなく、平均点は100点満点中76点となっている。ルーニーによる演技口に、鉄ッパのマウスピースをはめている、日系アメリカ人の登場人物のユニオ氏は、アメリカ社会におけるステレオタイプな日本人像を反映して表現されている。ユニオ氏を演じた白人俳優、ミッキー・ルーニーは、 当時を振り返って、監督の指示通りに、コメディ感を演出した演技だったと語っている。ミッキー・ルーニーは繰り返し釈明と弁明を行う、必要に迫られた。ルーニー自身は、40年間どこへ行っても賞賛を受け、当のアジア人である、中国人からも傑作だと賞賛されたと弁解している。詳細は、オードリー・ヘプバーンの黒いジバンシードレスを参照本作の冒頭で、 オードリー・ヘプバーンが着用したジバンシーのドレスは非常に人気があり映画に登場するドレスとしては最も有名なものの一つである詳細はティファニーで朝食をお参照ありがとうございます